今回はウルトラマンネクサスのゲームを紹介するよ。これはウルトラマンの格闘ゲームなんだね。そうだよ。でも通常のウルトラマンとは違い、スピーディーな格闘が楽しめるんだ。それってどういうことなの？空中コンボなど動きがスムーズで、ウルトラマンらしからのアクションがあるんだ。他にも遊べるモードがあるの？人間状態の TPS モードもあって、ウルトラマンの世界観がよく再現されているよ。最新のウルトラマンゲームはあるの？残念ながら最新情報はないけど、特撮ファンは新作を待っているよね。仮面ライダーやゴジラのゲームもあるの？そうね、仮面ライダーやゴジラも人気だから新作ゲームは期待されているね。本作はウルトラマンファンには嬉しい作品だね。そうだね、格闘アクションとウルトラマンの世界が素敵に融合している作品なんだよ。ギャルゲーの赤い糸だよ。ユリ的な内容が特徴的なんだね。官能的な表現もあって、をテーマにしたアドベンチャーゲームなんだ。主人公の名前はカツラって名前なの？そう、母親が亡くなって山奥の古い家に行くことになるんだ。その家で何が起こるんですか？カツラは三重の地という特殊な地の運命を知り、魔物や一族の美女たちと関わるよ。エンディングが多いって本当？全32種類のエンディングがあって、封印システムで管理されているんだ。トゥルーエンドは5種類あるのかな？そう、でもそれにたどり着くにはいくつかのルートをクリアしないといけないんだ。エンディングは泣ける展開なんだってね。うん、バッドエンドも含めてどのエンディングも感動的だよ。だから何度もプレイしたくなるんだね。そうだね、プレイヤーの心を強く掴むストーリーが展開されるんだよ。それで私に用事ですか？いえ、何でもないです。ごめんなさい。それじゃ夜も遅いんで。失礼しました。ごきげんよう。日本一ソフトウェアのラ・フュセル光の聖女伝説を紹介するよ。これはシミュレーション RPG なの？そうだよ、可愛らしいキャラクターとコミカルな掛け合いが特徴的なんだ。でもストーリーはシリアスだって本当？プリエとキュロットの兄弟が闇の王子の復活を防ぐために旅するんだ。戦闘システムはどうなっているの？ターン制のタクティクスタイプで戦略性が大幅に増しているんだよ。やり込み要素もあるんだよね。そう、最高レベルは9999で、ダメージも1000万を超えることも。アイテムも強化できるのかな？アイテムを強化して長く遊べる仕組みが用意されているよ。評価点が多い良作なんだね。そう、システムやストーリー、やり込み要素、すべてが高いレベルでまとまっているんだ。日本一ソフトウェアのやり込みシミュレーションゲームの入門としてもおすすめできる作品だね。そうだね、このゲームで日本一ソフトウェアの世界を堪能できるよ。
チェンジャー！いくぞ！テイクダウンだよ。このゲームはレースゲームなんだよね。うん。でもただのレースゲームじゃなくて、カークラッシュゲームとも呼ばれるくらい激しいんだ。前作の1と2は日本では未発売なんだって。そう、過激な内容が理由で、日本では3からの登場になったんだ。どんな車が使えるの？車種はたくさんあって、全部架空の車だけど、高級スポーツカーや改造車があって魅力的だよ。レースはどんな感じなの？街中を走るコースでニトロを使ってゴールを目指すんだけど、むちゃくちゃだよ。対向車や敵車との交錯が激しいんだね。敵車をクラッシュさせるとパパラッチのようなカメラワークが入るんだ。それでボーナスがもらえるのかな？そう、敵車にぶつけたり被害総額を競ったり、ぶっ飛んだ内容で楽しめるよ。このゲーム、迫力と過激さが売りなんだよね。そうだね、ぶつかりまくるゲーム性で、まさに爽快感満点のゲームだよ。迫力満点のスピード感とカークラッシュの楽しさが詰まってるね。うん、バーンアウトさんはレースゲームの新しい楽しみ方を提供してくれるよ。アメリカで開発されたブラックだよ。これは一人たたえ視点シューティングゲームなんだよね。うん。プレイヤーは CIA のタイテロ特殊部隊、ブラックオークスのジャック、ケラー軍曹となるんだ。どんな敵と戦うのかな？テロ組織、セブンス、エーブと戦うんだよ。とても危険なミッションばかりだよ。ゲームのリアルさはどうなのかな？洋ゲーらしく、リアルさに徹底的に関わっていて、銃撃で窓ガラスが吹き飛んだり、壁が壊れたりするんだ。そのリアルさがプレイヤーにはどう影響するのかな？超人的なアクションは不可能で、慎重に動く必要があるんだ。ランボーのようなアクションはできないんだよね。そう、敵陣に単体で突っ込むと殲滅される可能性が高いよ。それは難しそうだね。しかし、グラフィックやエフェクトは当時としてはハイレベルな出来で美麗だったよ。実写ムービーの取り込みもあるのかな？それによってさらにゲームの雰囲気が高まっているんだ。 PS2 の進化というより次世代機レベルの美麗さなんだね。そうだね、当時のプレイヤーにとっては新しい体験だったんだろうね。でも FPS が流行る前だから物足りなさを感じたプレイヤーもいたのかな？うん、でも今プレイするとその先見の明を感じられるよ。そこだよ。これはナロー系のお話の先祖とも言える作品なんだね。そうなんだ、地球人が異世界に転生するストーリーだよ。1と2の20年前の話なんだね。うん、主人公はもともとは軍の人で、港町の家庭教師として赴任するんだ。男女4人の子供たちが主人公たちに育てられるのかな？そう、そして彼らは世界の危機の謎を解明していくんだ。ゲームのジャンルはシミュレーション RPG なんだよね。そして特徴的なのは
個性豊かな召喚獣を操るバトルだよ。かっこかわいいバトルが楽しそうだね。そうだね。そして釣りなどのミニゲームも豊富なんだ。レアアイテムを手に入れるチャンスもあるのがいいね。そして主人公の行動で心がカオス野郎に変化するんだ。エンディングが分岐するのも面白そうで良い感じだね。そう、お気に入りのキャラと結婚するエンディングもあるよ。いけない恋を実らせるユーザーもいたんですね。ふふ。ゲームの幅広い選択肢がユーザーを引き込む魅力なんだよ。サモンナイトさん、魅力的な要素がたくさんあって楽しそう。そうだね、RPG ファンにはおすすめの作品だよ。Rタイプファイナルだよ。タイトルにファイナルってあるけど、続編もあるのかな。そうなんだ。実はRタイプファイナル2っていう続編があるんだよ。面白いよね。ふふ。それはちょっと笑えますね。でもゲームの内容はどうなのかな。このゲームはガイド帝国との壮絶な戦いを描いているんだ。1103機の R を操作して。103機もあるの。そうなんだ。それぞれが特徴的で、機体選択によってステージの分岐もあるんだ。それは多彩だね。そしてガイドっぽい機体を選ぶとエンディングが衝撃的なんだよ。おお、それは気になる。さらに王道の R を選ぶと最終ステージの背景がすごくてつい見入ってしまうんだ。それはちょっと危険だね。ふ。そしてエンディングテーマは元祖アイドル声優椎名ヘキルさんが歌っていて感動的だよ。音楽も楽しめるのは良いですね。そして機体の資料を見るだけでもゲームと言われるくらいの作り込みがあるんだよ。本当に豪華なゲームだね。確かに R タイプファイナルはファンにとっては特別な作品なんだよ。 R タイプって不思議な魅力がある作品だよね。そうなんだ。四国メタンも昔ゲーセンでハマってたよね。しかできない。